皆さん、こんにちは。 6.15 札幌で開催されるオールトゥゲザーイン札幌、前回に引き続き当初は全日本プロレス選手の出場がなかったのですが、昨日6月1日に棚橋弘至選手と共に宮原健人選手が記者会見に登場し、オールトゥゲザー出場を明言しました。全日本プロレスを引っ張るスターの出場にはどういった経緯があったのか、宮原選手の出場に棚橋選手が何を思ったのか、さらに宮原選手の出場によってネットではある説が浮上しているようなのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。昨日行われた記者会見、 6.15 で行われるオールトゥゲザーにプロレス連盟の加盟団体である全日本プロレスの選手が参戦することが発表され、棚橋選手と共に登場したのは満場一致で最高の男、宮原健人選手でした。まず宮原選手は、日本プロレスリング連盟は何かが起こった時にこのプロレス界が一致団結する組織だと聞いております。そのような素晴らしい組織を作っていただき本当にありがとうございます。そして今回オールトゥゲザーイン札幌、能登半島復興支援チャリティー大会、僕たちプロレスラーはこの大会から見ている人に元気を届けなきゃいけない、それが僕たちプロレスラーの使命だと思っていますと、プロレス連盟発足に感謝を示し、オールトゥゲザーへの意気込みを語ると、そしてなぜ俺がここにいるのか、それは6月15日札幌でのオールトゥゲザーにもっともっと元気が必要だからです。このプロレス界一の元気男がこのオールトゥゲザー、6月15日の札幌のリングからも見ている人へ元気を届けたいと思います。6月15日札幌でのオールトゥゲザーはこのプロレス界の元気印、宮原健人に全てお任せくださいと話していました。宮原選手の出場について棚橋選手は、日本プロレスリング連盟から宮原選手の参戦希望の話を受けまして、ぜひ出てほしいと思いました。宮原選手とは過去に何回もタッグを組んで、もう宮原選手がいるだけでこの室温が1度か2度か上がっているような体感もありますんで、ぜひね、大会を盛り上げてもらうためにも力を貸していただきたいということで今日の会見になりましたと説明していました。今回宮原選手の出場に伴いタッグマッチで行われる予定だった棚橋弘至&丸藤直道 vs 真田&上村優也が、棚橋弘至&丸藤直道&宮原健人 vs 真田&太一&上村優也に変更となりました。この6人タッグマッチへの変更に棚橋選手は、前回興行日程の関係で宮原選手は出場できなかったので、今回はその分の思いも乗せて試合してほしいと思います。宮原選手と真田、上村、太一、どの組み合わせも僕が見てみたいという思いもありますので、あと丸藤選手との化学反応も楽しみですから大いに期待していただいていいと思いますとしていました。宮原選手にとって真田選手と太一選手はかぶっていないものの、元全日本、さらには真田選手は宮原選手のデビュー戦の相手でもあります。宮原選手自身にとっては今回の対戦カード、まあ正直それぞれの対戦相手との関係性などはプロレスファンがそれぞれの楽しみ方で楽しんでもらえればいいかなと思っていてと話しており、一番大事なのはやはりこの宮原健人が札幌の地のオールトゥゲザーに出場するということが一番大事かなと、そしてプロレスファンのオールトゥゲザーへの不安があるとすれば、この宮原健人の登場により全てそれは払拭される、それが一番大事だから、だから俺は今日ここにいるんでと、さすがのスター発言をかましていました。ではなぜこのタイミングで宮原選手の出場が発表されたのか。宮原選手といえば今年のチャンピオンカーニバルを制覇し、先日 5.29 に安西優真選手の持つ三冠ヘビー級に挑戦するものの敗戦、次に自身が何をすべきなのかと考えた中、オールトゥゲザー俺入ってねえじゃんと思ったとのことで、元気届けなきゃダメだと。そしてね、 SNS 見るとプロレスファンがね、このオールトゥゲザーまあ少なからずちょっと不安を抱いている層もいると。そこで俺は日本プロレス連盟に自ら足を運び打診しました。そして今日の運びとなったと。まあ俺ぐらいの男になるとそのくらい動かすよということですよと説明していました。会見中には棚橋選手の覇気のなさを指摘し、棚橋選手は忙しいとしながらも疲れていないと主張していました。棚橋選手と宮原選手は2022年4月の後楽園ホール還暦祭や2023年6月のオールトゥゲザーで共闘組んだ時の状況を知り尽くすからこそ、僕が前に出ようとするとさらに前に来るというか、なかなかプロレス界を見渡してみても僕より目立ちたがり屋がいると張ってね、そこの勝負も負けたくないなと、味方ですけどねと語気を強めていましたが、宮原選手だけでなく丸藤選手も積極的に前に出てくるタイプと分析し、誰が先発を買うかっていうね、先発で出たら誰もタッチしないっていうという不安を吐露しつつ、他団体の後輩を異常に警戒していました。今回の宮原選手の出場にネットでは、宮原選手のオールトゥゲザー参戦は大歓迎ですね、前日の選手が参加するかしないかで大会の意味合いが全然変わってくると思いますし、何よりも宮原選手のキャラクターはチャリティー大会にはもってこいの存在だと思います。明るく楽しく激しいプロレスで被災地を元気づけてほしいです。棚橋の劣化版でしかなかった宮原が今回のオールトゥゲザーではファインプレー、盛り上がるかどうかはともかく大会の意義を少しでも上げることには貢献してる。今や棚橋より存在感あるでしょう。かつては棚橋の愛してますや内藤のトランキーロのように、どんなに寒くてもやり続けるって大事なんだと改めて宮原に気づかせてもらいました。棚橋選手と宮原選手のプロレスへの情熱は似たところがあって、共鳴するものがありそうですね。この祭典以降の大きな舞台を視野にした話し合いもたくさんあっていいと思います。新日本の興行にノア他の選手入れてみたけど前売りがさばけていないということで、棚橋が全日本に依頼したというのが正解かな。鎖国とか言っているし、たった一人の選出だからオールトゥゲザーというには語弊もあるが、宮原選手の参戦で全日本ファンがチケットを買ってくれるのは大きいなどの声が上がっていました。注目を集めていた宮原選手は記者会見の後、その足で東京産町田朝日体育館に移動し、吉岡聖輝選手と組み本田隆起、武田正史組と対戦。試合は地元出身の相手コンビに声援が飛ぶ完全アウェーでしたが、武田選手とエルボーを打ち合うなど白熱の攻防を展開。しかし最後はパートナーの吉岡選手が本田選手のファイナルベントに屈し、小躍りして勝ち誇る本田選手を前にマットを叩いて悔しさをあらわにしました。5.29 後楽園大会の三冠ヘビー級戦以来の試合で白星とならなかった宮原選手、それでも三冠戦で敗れ、今日が初めての試合だ、俺は動きに動き回っているぞ、次は6月4日新木場だ、一つ一つ日本全国を練り歩くぞと声を大にしました。さてついに全日本選手の出場が叶ったわけですが、現在ネットでは宮原選手の今後についてある説が浮上しています。それが宮原選手の G1 参戦説です。 G1 ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア、ワールドタッグリーグなどに他団体選手が参戦することが多く、最近では昨年の G1 ワールドタッグリーグに清宮海斗選手、今年のベスト・オブ・スーパージュニアに早田選手、忍者マック選手が出場。昨年で言えば安西優真選手がノアの N1 ビクトリーにエントリーし、宮原選手もノアで中島克彦選手とのシングルマッチをしていましたよね。現在宮原選手はベルトを保持していないですし、動きやすい状況ではあります。つい最近三冠ヘビー負けたばかりだし、 G1 出るんじゃね宮原 G1 に出るとしてもベストオブザスーパージュニアの早田みたいな扱いだろうね。今年準決あるのか知らんけど、ありならそこまでは行くでしょ。宮原は最近は福岡で G1 やってなかったけど、今年日程が入ってるから宮原は出るかもね。宮原が仮に G1 に出るなら王道トーナメントは出ないのかな。去年の N1 に出た安西みたいになど、すでにさまざまな憶測が広がっています。今回のオールトゥゲザーではメインは内藤哲也選手とジェイク D 選手のシングルがあり、ジェイク選手も G1 参戦がささやかれています。果たして全日本の最高男はこれからどのような道を歩むのか、今後の展開から目が離せません。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価も、ぜひお願いします。それでは、また。